はい、どうもちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちらで取れます。今日はね、自給自足シリーズでございます。森の小川に来ております。小川って言えるぐらい綺麗なとこかはちょっと置いといて、森の中に来ております。で、本日狙う食材がですね、ザニガニ。たまにはこういうね、自然豊かなオープニングもよろしいのかなと思います。ちょっとね、いろいろ皆さんに見したいんですよ。一見普通の草ですけど、生き物が隠れてるの分かりますか？だんだんズームにしていきますよ。だん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 ズームにしていきます。もう分かったかな？ここにいますね。アマガエルでした。で、アマガエルの下を見ると、おや、なんだか美味しそうなベリーがありますね。これがヘビイチゴですね。美味しそうに見えるんですけど、これは美味しくありません。ここにもアマガエルがいます。後ろ姿が可愛いね。で、昔来た時ね、ここにザリガニすげえいたんですよ。タクちゃんに教えてもらったポイントなんですけどね、多分ああいう瓦礫の下とかにいると思うんですよね。なんでいい感じのところがあったら入ってガサガサしていきましょうか。そして森の奥に進んでいく時はですね、こういう草とか枝を1個持ちましょう。こういうのね。で、こうやって回しながら行くんですよ。羽毛の巣がね、顔に引っかかったら最悪な。ちょっとこの変態サングラスしようっと。ガサガサするときはね、これしなきゃ。おる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 、ほら、おるおる、あそこあそこあそこいる、2匹いる。そこら辺で取りますか。お、結構深いな。水冷た。さっき折ったから、あ、なんか魚入った。魚入った。こんなとこに魚いた。これ何？これってさ、これ絶対ブラックバスでしょ。バスの稚魚。こんなところにバスおった。そう、この上流に池があってバスがいるんですよね。ブラックバスは特定外来種なんで、飼育もダメだし、生きたままの運搬もダメ。可愛いんでね、飼いたいところではあるんですけど、ダメなんですよ。ザリガニもね、今特定外来種に入れようか入れないかって迷ってる最中みたいです。絶対おるからね。おったおったおった。これ絶対そうでしょ。ここにもおる。ここにも脱走張っている。あ、エビもいっぱい取れた。エビもいましたよ。ほらほら、エビ。こんなちっちゃいとこにエビちゃんもいっぱいいました。どこでもおるね。これをつけて防波堤とかで釣りするとカサゴとかメバルが釣れますね。お、入った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 入りました。大きいの赤いやつきましたよ。これはキープですね。やめなさい、やめなさい。ゲット。他もね、まだおったよ。あ、これカニがいます。カニもいっぱいいますね。ほら、カニ。何ガニだろう。モクズガニっぽいですね。で、あ、ここにもいますね、ザリガニ。これちょっと小さいですね、こいつは。これはね、釣り餌サイズ。あ、いた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 。油断した。また大きく、おー、でけでけでけ。これはまあまあいいんじゃないですか。これまあまあいいですね。あ、ここにもおる。まあ、そんなにたくさんいらないんで、5、6匹取って帰りましょうか。来た、捕まえた。エビがすげえ入った。ほら来た、ほら入った。これこれいいじゃないですか。これうまそう。これもいいんじゃないですか。まあこんなもんでいいでしょう。楽しいな、こういうの。お、まだ捕まった。めっちゃおるよ、ここザリガニ。よし、というわけで、まあいい感じなんで帰って料理したいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで、取ってまいりましたよ。天然のアメザリさんですね。本来は泥吐きとか刺した方がいいと思うんですけど、今日味噌食べないので身だけ食べますんでね、背わただけ抜いて胴体だけ使っていきたいと思います。ほんで、もし取れなかったらっていう時のために、食用のザリちゃんも買っときました。大きさが全然違う。ほら、もう爪の大きさとかもバカデカ。こんな違いますからね。で、保険で買っといた食用ザリガニはもうこれボイルされてます。なんでこれ剥いて使うだけですね。そしたら今日はこちらのザリガニを使って、ザリガニのエビチリを作っていきたいと思います。そしたらちょっとザリガニたちをおとなしくしましょうか。まずはきれいに洗っていきます。
そしたらボウルに戻して酒をぶっかけます。ずわーっと酔っ払ってもらいましょう。だいぶおとなしくなりましたね。そしたら取ってきたザリーちゃんはちょっと置いといて、保険で買っといたザリーちゃん剥いていきましょうか。どうなんだ、あ、すげーうまそう。味噌もすごいたっぷり入ってますね。あ、めっちゃいい匂いする。匂いもいいですね。これ背わたはかなりしっかりしてますね。なんで背わたは絶対取んなきゃダメですね。そしたらこれ、うわ、これ殻硬いな。剥き肉、あ、剥きにくいけど身がカスカスってわけじゃないですね。一応これ冷凍できたんですけどね、パンパンに詰まってます。こんな感じです。うまそうですね。これ普通にね、Amazon で買えますからね。まあ、とりあえずこれ全部剥いていきます。こうブリッと取って、うわ、なんかでも味噌ちょっと怖いな。アメリカザリガニの味噌すする勇気は俺にねえな。でも食べる地域はもうめちゃめちゃ食べるみたいですよ。一人で100匹200匹食うみたいですよ。剥き方これで合ってんのかな。すっげー殻硬いんですけど、あの例えて言うんだったら伊勢海老に近いですね。伊勢海老のちっちゃいバージョン、そのぐらい殻の強度があるし、この殻のつなぎ目がギザギザなんですげー手が痛いですね。はい、じゃあこんな感じで剥いていきたいと思います。はい、剥けました。シンプルに塩茹ででも食べたいんで3匹残しておきました。で、問題こっちですよ。なんかね、お酒につけても全然弱んないんですよね。ホワイトリカーの度数じゃ低いのかな。まあでも挟むぐらいの力は残ってないと思うんで背わたを抜いていきます。はい、で背わたの抜き方はこの尻尾の真ん中ですね、ここをパキッと折って、でここを引っ張ると、そうするとほら背わたがニュ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 ッと出てくるんですよね。意外と泥入ってないですね。ここをパキッと折ってねじって、んでツル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 、わ、めっちゃ気持ちいい。うわ、これ泥いっぱい入ってた。すごい泥ですね。うわ、こいつもすごい。ほら、はい、これで背わた取りが完了しましたんで茹でていきます。そしたらお湯にお塩で、お酒もちょっと入れましょうか。そしたらそこに入れていく、ぴょんぴょんと。よし、こんだけ茹でれば大丈夫でしょう。おお、真っ赤になりましたね。で、匂いがね、いい匂いなんですよ。これエビのいい香りがしておりますよ。めっちゃいい匂いなんですけど、どこか奥底にね、なんか皮の匂いがしますね。もうこれぞ正真正銘の0円食材ですからね。あ、めっちゃうまそうですよ。でちょっと味噌は怖いですね。で、このピンクやつ、これがザリガニの内子かな、卵ですかね。うん、身もパンパンに詰まってますね。ほら、意外と食べるとこ多いですね。ちょっと味噌は外しますね、怖いんで。こんな感じ。ほら、全然大きさが違いますね。ほら、ここまで違います。でもやっぱり取ってきたやつの方が一回も冷凍してないんで身がプリプリしてうまそうですね。正直この小さいの2匹は素材そのままで後でいただいてみましょうか。やっぱ本来の味を味わうんだったら塩茹でが一番うまいと思いますんでね。まずは長ネギ。長ネギは白いところを使いましょう。長ネギのみじん切りの完成。お次はニンニクいきましょう。で、お次は生姜。生姜は皮ごといきましょうか。
はい、これで野菜の仕込みの完成ですね。そうしましたらザリガニを片栗粉の中に入れます。そしてシェイク、軽く片栗粉をまぶします。はい、うっすら片栗粉がまぶし終わったらフライパンに油で熱します。はい、油が熱しましたらそこにザリちゃんを入れます。はい、衣が固まったら OK ですね。揚げていきましょう。で、油は一度新しいのに変えます。はい、油を新しく入れます。で、熱します。で、油が熱しましたらそこにニンニク、生姜、で、そこにケチャップ、で、豆板醤、もうちょっとケチャップいるな。そこにお水、で、そこに鶏ガラをちょっと、美味しそう。で、そこにお塩一つまみ、で、長ネギ、そしてエビちゃん投入。そしたら今日は卵入り、卵入れます。そしたらこちらを盛り付けていく。あ、やば。はい、じゃあ完成、いただきます。よし、食べていこう。予想以上にうまそうなのができました。で、ちょっと小鉢みたいな感じでね、天然のザリガニです。じゃあまずはエビチリ置いといて、この素材の味からいきましょうか。でもみんなね、ザリガニ美味しいって言うんですよね。食べとる人の動画見ると、あの汚ね小川かドブかわからんとこで取れたザリガニ、いただきます。匂いから。なんかあんまエビっていう匂いはなくなってる。いただきます。うまっ。全然泥臭くない。なんだろう、ちょっとクリーミー系ですね。エビなんだけどどこかイカみたいな風味もありますね。淡水の生き物とは思えない味がします。じゃあ次、冷凍のどこさんかもわからないザリガニ、クローシュリンプっていうんですって。よし、うわ、こっち全然身の大きさが違うもん。ほら、こっち美味しそう。いただきます。ん？ああ、食べ応えはこっちの方がある。だけど、やっぱ一回冷凍してる分、ちょっとスカスカですね。僕天然の取ってきたやつの方が好きかもしれません。で、旨味はね、一緒ですね。全然いける、これ。ではでは、お次はエビチリさん行きましょうか。小さいやつがあると思うんですけど、それが天然だと思うんですよね。これだ。これ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 。まずは養殖から行きましょうね。こちらからいただきます。うんめ。チャーハンの上にブワーっとぶっかけて、レンゲでガバッとすくって、頬張りたい。そんな味です。卵が入ってる分、クリーミーな感じですね。じゃあ次こちら、天然ですね。いただきます。わからん。でもこれ自分で取ってきた補正が入ってるのか知らんけど、天然の方がうまい。やっぱり冷凍の食用ザリガニより、天然で取ってきたやつの方が美味しい気がしますね。衛生面はどうか知らんけど、
はい、ということで今日はこちらのサニガニのエビチリときましたらお飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ、エビチリと銀色でいきたいと思います。ただ難点はザリガニっていうことだけ、ちょっと抵抗がありますよね。今日も7対3をしっかり決めていくと、ちょっと8対2よりか、まあいいや、いただきます。あー、うめえ。やっぱり夏はビールとザリガニを。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はザリガニを使ってエビチリを作ってみました。ザリチリですね、ザリチリを作ってみましたけども、もっとねうえーっていう反応を楽しみにしてた方多いと思うんですけど、ザリガニはうまいわ。多分食用のザリガニはちゃんと衛生管理もしっかりされたところで育てられたものを出荷してるんで安心だと思うんですけど、天然物はあんまり真似しない方がいいかもしれません。美味しいんですけどね、どんな寄生虫がいるかもわかんないし、真似して食当たりになっても僕は一切責任は取れませんけど、味は美味しかったです。今から夏休み、ザリガニそこら中にいると思いますんでね、ザリガニ釣りとかザリガニすくいとかやってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。